ちももです。今回はベターのオンライン配達会の登録を行ったので、ちょっとしたお知らせとして今回動画を撮っています。で、今回ファンファーレやハッシュタグタイスリーのオンライン配達会とはちょっと違う仕組みになっていて、このような感じでチケットボードにまず最初登録して、その次にビジュアライブミートアンドグリーエントリーページへの登録をして、で、そこからまたそのビジュアライブのアプリを入れたりしてと、結構登録が大変だったんですけど、今登録ができました。チケットボードの登録はもう終わってるんですけど、今回3月12日から3月19日23時59分まではビジュアライブミートアンドグリーンのエントリーページへの登録があります。で、チケットボードだけ登録してても当日配達会には参加できないので、ちゃんとステップ2までよく読んで配達会にぜひ参加しましょう。このニュースのページは概要欄に URL を貼っておくので、ぜひきちんと見てみてください。そこに詳細などもたくさん載ってあります。で、今も私はビジュアライブのアプリも入れて、今ライブトーク予定の画面にあるんですけど、今回は4人のメンバーとハイタッチします。レポも出すのでぜひぜひ見てください。今回登録するにあたって自分の身分証明書が必要となります。顔写真付きだとこのような感じに学生証やパスポートなどがあるんですけど、そういう顔写真付きのがない場合でも健康保険証やクレジットカードなどがあります。ですので、その必要なものを集めるのに時間がかかる方もいると思うので、早めに登録を済ました方がいいと思います。はい、で、そして今回は4人のメンバーとハイタッチをするんですけど、結構バラバラに分かれてて、ちょっとヒントっていうか、一部がトライスメンバー2名で、2部が1人で、最後だけ言うんですけど、最後がなんと3部なんですけど、こちらが推しのももちゃんになります。はい、で、推しはやっぱり一番最後がいいかなって思ってたので、3部ですごく嬉しいです。今回のベターオンライン配達会の日程は3月21日日曜日の13時スタート予定となります。で、今回ファンファーレやハッシュタグタイスリーでもちょこっとツイッターなどでリアルタイムでつぶやいたりしてたんですけど、今回ももしかしたらつぶやくかもしれないので、ぜひぜひツイッターチェックしてみてください。そちらのオンライン配達会のレポ動画も出すと思うので、ぜひ見てくださると嬉しいです。今回もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価ぜひぜひよろしくお願いします。それではバイバーイ。